はい。ではですね、制度のルール27。今回は第2章の2の4ですね。トゥーフテーション複式的用法、丸二の話をしていきます。では行きましょう。はい。今回はですね、基本的な訳し方5つっていうのを前回やると思うんですけど、それ以外で、ある意味熟語みたいな感じでね、えー、覚え込んでる人もいると思うんですけど、それを改めてちゃんと説明をして理解していきたいと思います。はい。ではですね、まず1番目。She was beautiful enough to become a model. これね、enough to というセットで押さえてください。enough to はなんなんするのに十分。enough 自体はね十分って意味なんぞ。なのでモデルになるくらい十分美しいってにこうかかります。こういうふうにですね、形容詞や副詞、または名詞の程度を表す表現です。いいですか、程度。どのぐらいか。 例えば、彼女は美しかったんだよっていう時に、彼女は美しかったって言われても、でも写真とかね、そういう見せてもらわないと、美しかったってとその人の主観ですから分かんないじゃんね。どのくらい美しかったのと、本当かよみたいな、えー、なので、程度言うわけ。どのくらいかっていうとね、モデルになれるくらいだったんだとああ、なるほどね。じゃあじゃあまあまあ綺麗だったんだなってなるわけですね。はい。ということで、She was beautiful enough to become a model。これは、モデルになれるくらい十分に美しかったと訳します。はい。ポイントは二つです。一つ目。 まずですね、enough to は後ろからかかるんです。いい。日本語は十分美しいっていう順番なんで、美しいの前に十分が来るでしょ。でも英語はね、美しい十分にしかならないんです。つまり、beautiful enough。こういうふうに、enough は後ろからかかるんですよ。 いいですかね、これね名詞の時はね「アイアブ・イナフ・マネとか言ったりするじゃん名詞の時はね前からもかかるし後ろからもいいしどっちでもいいってうのがあるんですけど形容詞とか副詞とかの場合、ね、形容詞副詞の場合は必ず後ろからかかるんだよというのを押さえてください OK、はい、これは1個ねで2つ目は今十分にっていうふうに言ってこう程度だよって言ったけど実は程度と結果これはねどっちも表すわけことです 文脈にによって結果にもなれます程度はするのにですけど結果はその結果はですよだから前から訳すわけよ。彼女はとてても美ししかかっったただだらその結果としてモデルになったんだよといいいいすかねはい、ということでねこの結果として前から訳していくっていうこともありうるのでこのね程度結果の表現っていうのはいつもねどっちかの訳しかしないっていうのは駄目で文脈に合わせてね使い分けてあげてください。 日本語ではね程度と結果は全然違うじゃん程度っていうのはあくまで程度で、ね、モデルになるっていうのは例えに過ぎないわけでしょでも結果っていうのは実はなってるってことだから全然違うんですよねけど英語の世界では程度と結果を同じ構文で表すんですどっちかの判断は文脈に委ねるとはいということでちょっと日本語と英語の違うところなんでここは気をつけておきましょういいですかはいじゃあ次いきますね はいこれも実は今のイナフトゥーと同じ意味になりますただね順番が注意で So as to っていうのでこの対象となっている Beautiful っていう単語を囲み込むんですよねとっても美しいよんだんするほどねっていうふうに前後で挟み込む So beautiful as to この順番をちゃんと意識しておいてくださいいいですか、えー、さっきイナフトゥーは後ろかかかってますけど So as to は挟み込むからね So beautiful as to はい これもまた程度の結果どっちの役もあるので、彼女はとても美しかったのでモデルになることができました。みたいな感じで訳すこともあるし、後ろから彼女はモデルになれるくらいとても美しかったんですって訳すこともあります。はい。この二つの役をね、どっちも押さえるようにしておきましょう。さあ、3番です。これね、結構違う句でやったかもしれないんですけど、トゥトゥコーブみたいな感じでね。でもなんでか知らないけど、これは結果でしか習ってなくないつまりさ、とてもなんなんなのでなんなんできない。 前から訳して彼女はとても背が低いのでモデルになることができませんでしたみたいな感じでいやその役はあるけどそれって結果ですからね程度もあるんだよっていうかこれに関しては程度から入った方が分かりやすいよだってね「トゥー」の意味ってなんなんしすぎっていう意味でしょこれベリーと違うよとっても甘いというのと甘すぎって違うでしょとっても甘いだったら絶対褒めく言葉ですねだからねケーキが好きな人がケーキを食べて「あんみたいな言ってるのはこれはすごい褒めく言葉ですよでも 甘すぎって言うとこれ甘すぎて食べれないっていうマイナスなニュアンスを含むよね。なんでこれはねソースがマイナスな感じなんですよ、えー。背が低すぎるって言ったわけ。で、トゥーが程度で何々なんなんするのにっていうのはこう勝ててモデルになるのに低すぎる。これ程度ですよ。モデルになるには低すぎる。これはあくまで背が低いその度合いを言ってるに過ぎないっていうこともあります。 ですね前から訳すと背が低すぎるのでモデルになることが結果としてできませんでしたっていうねそういう意味にもなるのでこれはね程度と結果っていう2つがもう全部ありますいいもう一回3つねイナフトゥ o as to To ー o e n o ナフトゥ o は後ろからか,かる So as トゥはソ o、so、as to ーで挟み込むトゥー o もトゥートゥーで挟み込むと、えー、いうことでこの3つね、まあ熟語として押さえてる人もいるかもしれないですけどね、えー、しっかりトゥー定詞の副詞的用法の役として押さえていきましょうこれ副詞的用法ですよほら ね、<laughs> 何がねって、<laughs> これ取ってさ、ちゃんと she was beautiful, she was so beautiful, she was short, で、ね、これは文系になったつでしょこの toothed i s s を取ってもね。toothed i s s を取っても、ちゃんと成立してるってことは、この toothed issue は複式用法なんです。ね、なので、複式用法のね、一部として、えー、この前回やったあの5つの基本的な訳と、えー、この3つの塾っていうのを合わせて押さえて、全部で8個ね、8個 toothed issue 複式用法って言えば思い出せるようにしとくと最強かなと思います。はい というここでねもう不定詞の話は終わりでここから ING の見分け方の話になっていきますので結構ね ING も分子とか分子構文とか苦手な人多いからそっちもお楽しみに。はいということで今回は以上です。